ごきげんよう、マーミンです。今日のマーミンの行ってこーわいは今治市波方に来てます。この自転車でサイクルキャンプ2泊3日でしてきます。いつもと違うクロスバイク貸してくれました。でこのキャンプに必要な道具も今回はモニターツアーなので無料で貸してくれてます。初めての自転車キャンプ楽しみです。行ってこーわい。さあ今回は今治のシクロツーリズムしまなみさんの主催で初めての自転車キャンプハウツーモニターということで参加してきました。自転車でキャンプをする道具は全て貸してくれてノウハウを教えてくれる至れり尽くせり。1日目はお試しキャンプということでまずは練習、2日3日目は実際にしまなみ海道をサイクリングしてキャンプ場でキャンプをします。ということで海の交流センターを出発して今治サイクリングに出発。まずは海に真水が湧き出るパワースポットに案内してもらいました。ここねちょうどね朝日が上がってちょうどあれからずっと上がってくるので一番綺麗なところで、4月に今年はコロナの関係上やらなかったんですけどやはりお祭りがあって、みんなこうあのお遍路さんがずっと歩いて、この坂は結構急な坂なのでみんな自転車にもまだ慣れてなくて危ないので押して上がります。ないね、いよいよやばい。ああ、私のクロスバイクは最初からちょっとトラブルがあったんですが自転車旅経験豊富ななりちゃんがささっと直してくれて頼もしいです。大隅海浜公園は海水浴場やキャンプ場などもあって釣りも楽しめるそうです。だってこの向こうにはあれがありますから大見島。バイクパッキングをした自転車での走り方の一番の注意点はロードバイクみたいに漕がないことだそうです。この重い荷物でロードバイクみたいに漕いでたら膝が壊れるそうです。目標はママチャリに抜かれるくらいのスピードがいいそうです。ゆっくり走ってくれるので初めてのこの自転車キャンプ重い荷物を乗せてても大丈夫でした。昔々こちらの海岸にはお風呂があったとさ。はい、洞窟です。ここ何でしょう、何だと思います。ここ、この中にこの山で採れたシダですね。シダを中に入れて火つけて燃やすんです。どんどん燃やすんです。でこの岩盤全て高くするんですよ、ここで裸になって入るんです。サウナです。石風呂ですね。あ、石風呂。はい、で桜井の方に営業施設があるんですけどあそこも燃やれましたから。さあこちらはカトゥー隊長のシクロ農園にやってきました。あれは
こんなこともあろうかと虫除けを振りまくって、いざハイジのブランコ。ところはそうでもないんですよ。その上に行った瞬間に急に高くなる。あー、かわいい。すごい。おーおーすごい。もう一発、おーしゃー。変わりました。ここでテント設営の練習をします。あっちょわかります。ここまでは行きたい。まずこれ、それ伸ばしといて、はい、テント設営初心者の私でもなんとか立てられる簡単な作りのテントです。この傾きとかがあるんですよ。例えばこう、こっちだとこれ低いでしょ、こっち高いでしょ、そしたら頭をこっちに持った方がいいですね。でそういう風なのを計算しながら、はい、こちらのテントは3本のテントポールで作れます。まずは長い2本のポールを広げたテントに刺していきます。なんか黒子さんが登場して手伝ってくれてますね。そしてテントについてるフックを骨組みポールにつけていきます。これも簡単にかけれます。そして3本目のポール登場、これでテントが固定されます。そしてカバーをかけていく。これをかけておけば雨が降っても大丈夫ですね。テントにカチッと固定できます。それでは開いてみます。木が入ってきた。これで、はい、これで、はい、ビワジャム作り。カワハギがね、なかなかね、うん、ちょっと難しいかもしれない。はい、ナイフあります。オピネール。それは、ね、ここがストッパーになってます。回します、刃を出します、また回してストッパーをかけます。1,2,3 で、はい、弱火で持ち上げて、生卵焼きに、もうちょっとこれ弱火になると思うんですよ。そろそろですね。自家製蜂蜜。コーン作ってくれたのいただきます。あ、うん、これインスタで上げてくださいってぐらい綺麗です。焼きたて美味しい。そうですよ、愛がこもってるから、愛が、愛、レシピに愛があるの。楽しいです。美味しい？うん、よかった。サクサクよね。このシクロ農園さんで採れたビワを使ってジャムを作りました。ビワを煮詰めて砂糖と蜂蜜を入れて、あとレモンも入れて作りました。ここにさっき差し入れのスコーンをもらいました。焼きたてでサクサクで美味しくって、このスコーンにこのジャムを乗せてさっき試食したんですけど、とっても美味しかったです。明日の朝ごはんこれ。食べ物もそうなんだけど、身の回りのもので洒落たものが必要な人は今ここです。
調達しておいた方がいいかもしれないです、そのちっちゃな商店、関商店と言います。明日寄るところ関商店、お酒はあるそうです。スーパーで洒落たものを調達して海の交流センターに戻ってきました。はい、今日の冷蔵庫を作ります。はい、椅子を作ります。すご一瞬や。おお、最近のキャンプ道具はコンパクトなのにすぐに組み立てられて便利でいいですね。出た、いい感じに収まりました。では夕飯に鍋を作ります。ヘルシーなお鍋です。いいですね。肌寒い。何したんですか。僕はハム、ベーコン、エッグ。あ、朝ごはんみたいな。簡単。うん、ご飯が失敗してもいいよ。レトルトカレーも買って。偉い。間違いない。3倍の塩。水を入れますよ。これは鍋ができるんですね。鍋です。今日は鍋が多い。どれ、鍋ができてるよ。美味しそう。最初は強火で沸騰してきたら弱火にして15分。湯気が出てきてプチプチと音がしてきたら少し覗いてみて好みで火を止めます。 OK、 沸騰したら弱火。オープン、寄せ鍋。では鍋いただきます。いい味加減です。うん、おいしい。やっぱりお外で食べるとおいしいですね。肌寒くなってきたけん、お鍋が温まっていいね。あ、ちょっと固めですね、やっぱり。あ、でもいいかも。いい感じ。米の米。美味しい。うん、いい感じ。締めのラーメン。スモアを作ります。マシュマロ。焼き焼き。マシュマロ。急に来るよね、これ。焦げたやないか。挟んで。あ、抜けない。ちょっと刺しすぎたかな。できたー。スマホじゃない、スモア。いただきます。おいしい。ボロおいしい。本日2回目の締め。お腹いっぱい。
食べられないよ。さて次回はいよいよしまなみ海道でキャンプ。この装備で宮久保峠を登れるのか。続きはまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。またねー。